奈良公園。奈良公園は奈良県奈良市にある都市公園である。国の名称。大上官二つにより、明治十三年千八百八十年二月十四日、開園。大部分が国有地で奈良県が無償で借用し管理している。都市公園としての正式名称は奈良県立都市公園奈良公園といい、総面積は五百二ヘクタール。周辺の幸福寺。 東大寺、春日大社、奈良国立博物館なども含めると総面積はおよそ660ヘクタール、東西約4キロメートル、南北約2キロメートルに及ぶ。通常はこの周辺社寺を含めたエリアを奈良公園と呼ぶ。公園内には多くの国宝指定、世界遺産登録物件が点在し、年間を通じて日本国内のみならず、 外国からも多くの観光客が訪れ、日本を代表する観光地の一つとなっている。奈良の大仏や地下、約千百頭は、国際的にも有名で、奈良観光のメインとなっており、修学旅行生の姿も多く見られる。東、大寺修士会や奈良、明里花会、正倉院展、春川神や御祭りなどことならではの見応えのある、行事も数多い。春には、 桜の名所として、日本桜名所百選に選定されており、浮見堂周辺で花見を楽しむ人も多い。へえ、柵、門などがなく、入園料も不要なのでどこからでも、いつでも、365日24時間散策することができる。なお、文化財保護法に基づいて指定された、名所奈良公園の範囲は、県立都市港奈良公園の範囲とは異なっている。 詳細は後日。奈良公園の範囲については、一般的に認知されている講義の奈良公園、都市公園法に基づく公園としての、奈良県立都市公園奈良公園、文化財保護法に基づいて指定された文化財しての名称奈良公園の3種類があり、これら3つの奈良公園は、それぞれ指し示す範囲が異なっている。県立都市公園としての奈良公園は、 猿沢池、荒池、春日野などの平坦地のみならず、若草山、花山、吉山、保山などの山間部も含まれ、総面積は502.38ヘクタール。内平坦地が39.82ヘクタール、山林が462.56ヘクタールである。県立都市公園としての奈良公園の範囲には、東大寺、幸福寺、春日大社などの社寺境大地は含まれていない。 一方、名称奈良公園の指定範囲は524ヘクタールで、県立都市公園の範囲のほか、東大寺、小僧院敷地を除くと幸福寺の境内地も、指定範囲に含まれている。春日大社境内地、尾二山、奈良国立博物館、敷地、小僧院敷地は、県立都市公園、名称のいずれにも含まれない。一方、一般的に認知されている、奈良公園とは、 県立都市公園や名称奈良公園の範囲に加え、社寺境内などの隣接地を含む範囲で、その総面積は660ヘクタールとされている。講義の奈良公園には、都市計画法及び、奈良県風地地区条例に基づく、かす山風地地区、ことにおける歴史的風土の保存に関する特別、措置法に基づく、歴史的風土特別保存地区及び、 歴史フード保存区域、自然公園法に基づく自然公園、山と青垣国定公園などの法規制のかかった地区を含んでいる。また、文化財保護法に基づいて指定された文化財としては、名称なら公園の他に、国の特別天然記念物である、春日山原市林、国の天然記念物である、春日大社、なぎ樹林、ルーミスしじみ生息地、 地則院の奈良の八重桜、国の史跡である、東大寺旧境,境内、幸福寺旧境,境内、春日大社境内などが存在する。公園内に生息する鹿は、春日大社の新種として、古くから新生視され、人に慣れてはいるが、飼育動物ではなく、野生動物であり、奈良の鹿の名称で、国の天然記念物に指定されている。都市公園としての奈良公園の始まりは、 堺県時代の1880年、明治13年で、この年、当時寛有地であった、幸福寺境内を公園とした面積14ヘクタール。その後、堺県が大阪府に編入され、大阪府から奈良県が分離独立した後、新生奈良県の初代県知事であった、最初厚氏元、堺県令の公園地拡張工事の上進を受け、1889年、 明治二十二年には、東大寺境内、春日ガの若草山などの山間部を編入し、面積は五百三十五ヘクタールとなった。九百四十九年から九百五十一年、昭和二十四から二十六年に、寺院境内地の公園指定が解除され、面積は五百ヘクタールに減少。1960年、昭和三十五年、都市公園法に基づく奈良公園として、 改めて告示され、指定面積は502ヘクタールとなった。県立都市公園奈良公園のうち、平坦部には以下の園地を含む、公園内の大部分は芝生に覆われ、約1200頭に上る鹿が廃遊する。この鹿は奈良公園や周辺に生息する国の天然記念物に指定されている野生動物であるイコール所有者はいない。ただし、 奈良地裁の判例から言えば、人の手により格切り合い付けをされている奈良の鹿は、無種物ではなく、カスガ大社の占有者であり、野生の鹿とは、区別されている。鹿は、奈良の観光資源の一つで、マスコット的存在であり、様々な鹿を衣装した土産物の販売や、1671年、漢文11年に、危険防止と樹木の保護のために始まった、 伝統行事の鹿のつ切ぎりやホルンで鹿を集め餌をやる鹿寄せというイベントも行われている。また、奈良公園の鹿は餌をもらう際にお辞儀をすることでも著名である。奈良公園の独特の植物の景観を作る働きもしている。この公園に鹿がいることには以下のような由来がある。基本的には餌付けされていない野生による繁殖にもかかわらず、 個体数を増やしていった。しかし、明治維新からは、手厚い保護への反発から、戦中から戦後しばらくの間は、食料確保のためからで、その結果頭数が二桁まで激減した。その後は、奈良市が財団法人奈良の鹿愛護会を作り、保護に努め、その結果今日の生息数に至っている。この鹿は、野生鹿として、国の天然記念物に定められ、 域内での無許可での捕獲や消費行為が罰則を伴って禁止されている。乗用車の普及や幹線道路の整備に伴い、車と鹿の衝突、接触事故が多発しており、奈良公園界隈の道路では常に鹿の飛び出しに注意を払う必要がある。鹿の飛び出し注意という交通標識まで存在する。最近では心ないものによって、 鹿が危害を加えられる事件も多い。2003年には鹿がエアガンで撃たれる事件があり、2004年には果物ナイフで刺される事件も起きている。また2008年8月8日には巨愚のヤスで刺されているのが見つかっている。2010年3月13日には、春日大社の山道で矢が刺さった鹿が見つかったが、傷が深く後日死亡した。ただし、1970年にも、 十歳ぐらいのお鹿が角をえぐり取られ血まみれになって死んでいるのが見つかっている。この事件は角保しさの鹿殺しと推定されている。本来、鹿は警戒心の非常に強い動物で野生の鹿が人に近づくことは少ないが奈良の鹿は深刻化されたために手厚い保護を受けた影響もあり人を恐れない。ただし5月から7月の出産期9月から11月の 発情期には気が荒くなっているので注意が必要である。奈良公園周辺では鹿が道路を横断して交通を妨げたり付近の家や敷地に入り込む光景がしばしば見られる。隣接する奈良県庁の庭や稀に近鉄奈良駅や JR 奈良駅周辺にも出没することがある。過去には JR の踏切で鹿が電車にはねられたこともある。奈良の鹿については 愛護団体である奈良の歯科愛護会が毎年調査しており、2008年発表の調査によれば、前線128頭、前年比33頭減、内オス262頭、メス695頭、小鹿171頭である暫定。死亡原因は、疾病174頭、交通事故71頭、犬18頭等となっている。最近では、 奈良の鹿援護会の財源不足が深刻であり、観光客に鹿せんべいの購入を積極的に進めるなどの活動をしているが、根本的な解決には至っていないのが現状となっている。その一方で、近在の農地を荒らし、農作物の食害の被害が依然として発生している。奈良市自家外組合の県知事への要望書によれば、公園周辺、 公園から遠く離れた地域にも出没し、野菜、水筒、植木、苗木等を食い荒らし、フェンスや乗り網の鹿を傷つけない策での対応では、被害が減らず、長年にわたり鹿との戦いで、組合員の高齢化にもよ大変疲れ果てておりますという、強制できる理想と思われる700から800頭まで、数を減らすことも含め、被害保障などへの要望が出されている。なお、 奈良公園周辺では、行楽シーズンの交通渋滞の状態化が問題になっており、観光バス抑制のため、奈良公園へのアクセスに利用されてきた奈良県営大仏殿前駐車場は2019年春に廃止されることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。